皆さんこんにちは。こんにちは。そんなわけで毎週日曜日の人生相談のコーナーでございますが、はい、最近私のツイッター宛てになんで高橋くんの出番がどんどん減っているんだマックス村井チャンネルでと。僕ね村井さんに嫌われてるんですよ最近。それが悩みで人生相談したかった。どうすれば 上司っていうか上の人に気に入られますか。そんなことないだろ。いや冗談、ごめんなさい、冗談です。皆さん、冗談、冗談、冗談。真面目に言ってる人がいる。ごめんなさい、ちゃんと言わないと。それで言うと、もう音がするたびに気になっちゃう。先日聞いた話で、トシ君と二人で飲んでたんですよ、夜。おそんなことあるんですね。珍しいと思うんですけど、私、誰かと飲むことないんで。雨とか天気の関係でちょっとロケが飛んだ日があって、で、ちょっと、相談したいことがある事業的な話でとかで、なるほどなるほど。で、まあ、じゃあ飯食いながら行くかって言って飲みながら話してたで、まあ、その話が終わって雑談してたんですけど、はい、雑談の時に関係者もう何度も何度も脇さんはトシ君って脇って名前なんですけど、脇さんは村井さんとぶっちゃけ仲悪いですよねってすっごい言われる、うん、明らかに村井さんに嫌われてますよねって言われるっつって、で仲いいじゃん。でむしろ私がトシ君に対していやトシ君さみたいな感じで気遣い始めたら気持ち悪いじゃん。トシ君も逆に村井さんがなんかどうしたんすかって、そうなんかゲストを扱うかのような感じで僕に接してきたら気持ち悪いです。むしろ今ぐらいの雑な感じの方がもう言っても10年の付き合いなのかな、うん、長いですよね本当にね、うん、GT エージェンシーアップバンクの 前身の GT エージェンシーのできる1年前、違うできる2ヶ月前からか、うん、だからもう約10年だの付き合いなわけなんですけど、その本当にたくさん言われるらしくて、脇さん村井さんに嫌われてますよね。それがですね、なんかね直近に1週間で2回言われたらしいんですよ。別々のお客さんから。あ、お客様、お客様から、クライアント、クライアント。でもう僕も毎回びっくりするっつって、私も嘘っつってっていう話をしていました。まあトシ君の時だけは割とまあ乱暴というか、まあ乱暴じゃない、なんか割と普通の口調で喋るじゃないですか。それがですね結構ね、そういう勘違いをするのは私はなんか年齢層の低い人だけじゃないかと、そのプロレスがわからない文脈、その分かっててやってるんだよ、それがお約束なんだよみたいなところ、空気感あるじゃないですか。それが理解できないのはやっぱり一定コンテンツを見てないというか、なんか物をまだ経験値が少ないだったりとかっていう人たちかなと思ってたんですよ。それがクライアント様、クライアント様、大人ばっかり、むしろトシ君よりも年上の人たちとか、偉い人、マーケティングのなんか偉い人とかってことは多分本気であれなんじゃないですか。本気で私トシ君のこと嫌ってるのかな。なんかそういうのが出ちゃってるじゃないですか。にじみ出ちゃってる、伝わってんじゃないですか、伝わっちゃったんじゃないですか、伝わっちゃったの、伝播しちゃったんじゃないですか。普段の絡みをそんな知らないじゃないですか。あ、そうだね、うん、そうだ。で昔はなんかツイキャスでなんかこうカメラ、次はトシ君の風を読むのコーナーみたいな感じでなんかカメラ回す、古いよなんかそう道中の流れとかで、まあ、そんなことないっていうのを気づくんですけど、そうね、たまにしか出てこないところでその普段の絡みを見たらなんかそう見えちゃうのかもしれないですね。そういうことだ、それだ、うん、でもね見えるっていうのはねそうでもないと思うんだよな。それで言ったら僕だって言われますよ。何が何が、村井さんと仲悪いですよね正直みたいな、その頻度高くないですけど割と言われますよ。仲いいかって言われたらそれは分かんない、それは分かんないけど仲悪くはないだろう。なんですよこいつらの仲の悪さなみたいな感じで書かれること結構ありますよ、よく分かんないよね。なんなんでしょうね、ちょっと私たちの あとあれだあれあれあれ、その高橋は村井の方を見ないみたいな話があって、だって基本だって返し見るだろう、ね、そう、うん、こっちだからなんだよみたいな思ってね。逆にこうやって撮影してるときはマミルトンの方は見るとか書かれててねそうなのかなとか思って、わかんないけどなんか、ね、逆に撮影してるときにリアルで目が合うとなんか気まずいところあるよね、こっちで見て、そう、うん、このここに映ってる、ね、その村井さんの顔を見てる、私もそんな感じ、私も今マミルトンを見ているし、そうそう今高橋くんを見ているんだけど直接目が合うと気まずいよね。そうちょっと待ってくれ、もう今週は我々の人生相談でいいんじゃないか。人生相談、我々の人生相談、お答えください。あ、言われたりしますから、そのなんか私の中では先日の
こういう話をすること自体あまり仲が良くない証拠だバーンみたいな、すいませんえ仲悪いの、こういう話をしている時点で頑張って取り繕ってる、ああそういう風に映るなんかもうっていうのも見たことあります、すいません流れをぶった切ってしまって。なるほどね、なんか先日のさ次回のそのロケ地じゃないそのイベント、うん、石川に決定するぞっていう、うんうん、ツイキャスを生放送でやったじゃないですか、うん、サイコロ振って出た目で場所決めますって、うん、僕が大幅に遅刻していなかったやつだ、高橋君いなかったのか、もう露骨に分かんねん、全部石川県、うん、魚が美味しい丸々県村井の故郷丸々県、1が出たら何、2が出たら何つって、もう全部石川って全員が分かってるの、うん、で言い方もなんかまさかこれは北海道かとか香川かとか言ってない、もう全員が全員石川県って分かった前提で説明をしとんねん、1が出たらここ、2が出たらここ、3が出たらで、いざサイコロ振ってなんだ石川イエーイ石川みたいな感じじゃないですか。で一応そこ動画閉めて、動画は撮影やめた後にツイキャスで一応ネタバラシというか、まあネタバラシでも何でももう皆さんご理解いただけてると思いますけど、今回はもう石川に行きたいと、マックス村井の生誕祭誕生日も合わせて石川なんですよねって言ってペリペリペリって見せたら、みんなじゃない、そのね何人か大半の人ブチギレ、やらせじゃないか、詐欺だ、うん、びっくりした、えなんだと思って見てたのこのままこの十何分20分だってコメント私ずっと見てたんですけど、あのみんなはもう自分のところに来てほしいっていうのでずっとコメントしてて、で兵庫兵庫とか、あの秋田秋田とか、なんか北海道とかすごいみんな言ってたから、自分どこじゃなかったっていう多分憤りみたいなそんな空気感でした。それは石川がどうこうというよりも単純に俺のとこに来ないのが嫌だという話、うん、って思ってた、期待してた分全部石川だったんかいみたいな、魚がうまいんだったら秋田だろうとか、なんかそこまで多分深くはないけど、うん、なんかそんな雰囲気でした。なんかあれ2枚目も石川だった時に、えこれ全部石川なの、なんかみたいな、そこから怒りのコメントすごい、でもありますよなんかそれと近しい問題で言うと、あのエイプリルフールとかも割とそうだと思ってて、最近だってエイプリルフールがネタとしてなんか健全じゃないよね、なんか本当にリアルに切れる人いるよね。でもダメです。で僕もそのね、あのアップバンク .net の方で記事書いてる時とかも、明らかにこれはもうエイプリルフールだろうっていう記事を書くんですけど、割と信じられちゃうんですよ。一個あったすごいのが、なんかエイプリじゃないな、なんかアップルがその製品にシール入れてるじゃないですか、ステッカー、あれじゃなくて、なんか来年から青森産のリンゴが一つついてきますみたいな記事書いたんですよエイプリルフールネタで、うん、絶対エイプリルフールだってわかるって思う、わかるわかる、全然わかるわかるわかる、すごいですねって言って、なんか特殊ななんか七色のリンゴを開発したそうでみたいなこと書いたんですよそしたら割と信じられちゃったらしくて、ツイッターでね、なんかちょぼちょぼしてるんですよ、あって。だからその記事の上に、エイプリルフールの記事ですっていう注意書きをするようになって。興ざめだよね。ただ、当時の僕もそう思ったんですけど、今となっては、やっぱ1行目にこれはエイプリルフールネタの記事ですって書いとかないとダメだよなって思ってるんですよ。そのこっち側がそういうことなんですよっていう、なんかちゃんと意識づけを怠ってはいるなと思ってるので、それはなんかこっちの責任だよなって思うようになったんですよ本当に。だからその明らかにデキレースっていうかだとしてもちゃんと言っとかないとダメだよねと思ってて、それをなんか見てくれてる人が理解してくれないっていうのは本当おごってるなと僕は思う、謙虚うんですけど本当に。なるほどね。それを何年前ですか、あの記事を書いたのは分かんないけど、その時あの記事また入社してなかったですよ私、だから鎌倉4年前とかじゃないじゃん、そんな前か、うん、すげえなと思って、だからあんま言わないようにしてるんですけど、まあ、でもそう思いますよね。なんかね、僕それで言うとね、あの前のね、あの S 島さん、大島くんと一緒にやった串灘の動画とかもね、割とそうだった。何割とそう。何あ、仲悪いんだろうって言う話。違います。割とその大島くん、ね、普段あんな人じゃないじゃないですか。うん、まあ、ちょっときつめなとこはあるけど、雰囲気として。あんな人じゃないじゃないですか。
なのになんかすげえ、まあ、高橋もクソ下手だけどみたいな感じで、それでなんかうぜえんだ、なんかいちいちああいう反応するのうぜえよな、一緒にモンスやりたくないみたいなコメント反応結構来てたじゃないですか。それも近いよなと思ってて、いやプロレスなんですよってなんか最初に言わなきゃダメだよねと、言わなきゃっていうか明らかに分からせないとダメだよなと思ってて。でもさ、そういう、じゃあ小樽さんとかをどういう目で見てるんだろうね、みんなは。いやもう小樽さん分かりやすすぎるので完璧なんじゃないですか、もう事前に完璧なのかな、うん、あの入りの時点で100点なのかな、と違うんですかね、うん、ちなみに私たちはプロレスのことをバカにはしてないですよ。そのなんかやらせがプロレスだとか、先日中条 D のプロレスの動画とか非常に面白いなと思って、こういう世界も見てほしいなと思って、あのぜひ協力させてほしいってことで告知とか、うん、で動画公開したんですけど、なんか結局プロレスなんてやらせなんだろうとか、見る価値ねえよみたいなこととか言ってる人たちもいて、でただプロレスでもう一番言われるのは、なんか相手をこう飛ばしたらロープに走るじゃないですか、ボーンってぶっ飛んでって、でロープでバイーンってなって本気で走ってきて技を食らうじゃないですか、うん、なんでお前から技を食らいに行ってんだって、うん、もう意識を持ってもうちゃんと目を見開いて飛んで、意識が飛んでるとかじゃなくてもうがっつり走ってってバーンって食らう、うん、それがやらせだっていう人たちって結構いるじゃないですか、うん、そういうね、でもあれは本気で走らないと技が綺麗に決まらなくて逆に危険になっちゃうんですよね。お互いがもう信頼しきってて、うん、A さんと B さんがプロレスで戦ってるとしたら、もう飛ばしたら飛ばしたの覚悟でちゃんと技をきれいに決めると、うん、相手の安全とかもちゃんと考慮した上で、音も派手にそのパフォーマンスとして出せるようにちゃんと決めると、この角度で入れるっていうのを覚悟してるし、走る側もあいつは決めてくれる、お前のことを信じてる、だからこそ全力で走ってお互いで技をきれいに決めようみたいな覚悟が、お互いがないと決まらない、うん、どっちかがあいつは実はプロレスの技そんな上手くないし、よくミスるしとか、だから走ったもののもう怖いから実はここで止まっちゃおうとか、もしかも勢いつけられなくて中途半端なダッシュになっちゃうとかってなると、怪我とか事故とかにつながっちゃって一番良くない。よくある最近割とよくある話です、棚橋さんいらっしゃるじゃないですか。棚橋さん、棚橋さん、あのイケメンじゃなくて、すごいチャラチャラしてるって言われてる、はいはいはい、プロレスモデル、プロレスモデル、はいはい、棚橋、あれはひろしさんでしたっけ、ごめん、ね、正確な名前まではなんですけど、最近本出されててね、結構面白いんですよ、その本が。であの人本当に、ね、プロレスを本当になんだ、最近のこの V 字回復ってあの人のおかげってすごい言われてるじゃないですか、うんうんうん、で僕そういうの全く知らなかったのですごい見たんですよ、すっげーこの人面白いと思ってて、最近なんかその本も買ったし、なんか異様に読み始めててですね、プロレスすごい僕なんかファンになりたい、ちゃんと。まずはあの解明された CWP の興行から見に行ってはどうですか。 CWP 行かないっすよ行かないっすよってそういうこと言うとあれだなそういうこと言うとまたなんか仲悪いとか言うんで、そうなんです、仲悪くないっつ、何の話したの。いやその私と高橋くんが実は仲悪い説とか、トシくんのことをマックス村井はすごい嫌ってるんじゃないか説みたいなものが、その私の思いとは完全に裏腹にその動画を見た人たちが感じて騒ぎ立てるということ、まあそれはあくまで一例としてのトシ君を私が嫌ってるんじゃないか、私がトシ君を嫌ってるんじゃないかみたいな一例なんだけど、それはね氷山の一角だって、すごいたくさんのことを誤解されたりとかっていうのが日々ありがちなわけじゃないですか、勘違いによる誹謗中傷であったりとか叩きであったりとか、もしくはそのなんだマックス村井トシ君のこと嫌いだよねって誰かが言ったことがいつの間にか事実となりデマとなり勝手に広がる、はい、そんなこと、もう事実が 1% のかけらすらもないことが事実となって広がるみたいなことも往々にしてあるわけじゃないですか、に対してそのあんまりよくまあ社会のことを知らないというか経験値の低い子供たち、小さい子たちがそう思ってるんじゃないかと思っていたら大人も思ってたっていうのが私のその最近の衝撃ですね、うん、それは本当衝撃だな、結構衝撃でねまあ大人も子供もね、インターネットにおいてはさ、
あの結構マックス村井チャンネルって見てる年齢層低いから子供たちだ相手にどうのこうのとかってよく文脈であるじゃないですか。あのぶっちゃけね、子供も大人もマジで全く関係ないですよね。その今回の件で全部なんか一緒になっちゃった。いや、もともと本当多くの事象において子供だろうが大人だろうがインターネットによっては本当に関係ないって思って接してきてるんですよ。実際にそういうことも多いし、リアルでイベント開いてもそうだし、ゲリラでイベント開いてもそうだし、ニコ生の方も含めてインターネットに対して大人と子供の境目はほぼないって思ってたんですけど、そのそういうプロレスというかね、そのそういう勘違いを大人までしてて、でトシ君も毎回それで「え、嘘でしょ?」っつって「ネタですか?」って聞き返すらしいんですよ。僕村井さんと10年の付き合いっすよ、お互い性格も分かってるし、で「本当にそう思ってんですか?」って何回も聞き直すらしいねんトシ君、3回ぐらい毎回。でも相手のその大人たちは「え、本当、え、仲いいんすか村井さんと実は」で、溝が埋まらないらしいんですよ、勘違いの溝が。もやもやしたまま終わるんですか。いや、で、トシ君はもう出会いから話すらしい。めんどくせえ。僕が大学生の時にこんな感じで会社に関わって、その時村井さんはこういう立場の人でこういう仕事を一緒にしてこういう失敗があった時にこういう風な関係性を築いてとか、そんな詳しくですか。話すらしい。思い出話よ。それで解消 するんですか、その話をして。一定多分解消はされるんだと思うけど。まあ、そうですよね。ただ、たかだかその解消のためにさ、そんな時間と労力を、しかも聞いてこられたから言うだけでさ、言わなかった。相当ある。だとしたら。思ってるだけで。相当ある。そう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 。トシ君なんてアップマンから広告を販売している責任者じゃないですか。ね、対外的な顔じゃないですか。その彼に対してそのメーカーさんとか代理店の人とかみんながみんな 99% が、あー、この人今アップバンクに広告出稿するかどうかって打ち合わせしてるけど、この人マックス村に嫌われてるんだよなって 99% の人が思いながらトシ君と話してたとしたら、やばいっすね。やばいよね。やばいっすね。でトシ君に言ったね、分かった、じゃあトシ君仲いいですっていう動画撮ろうよっつって、そしたらトシ君気持ち悪いからやめてくださいよ。え、でもそこまでやろうよ、わかんないって言うんだったらつって。仲いいですよっていう動画はなんか気持ち悪いですけど、そっちじゃなくてなんか、いや普段はこういう絡みなんですよみたいな、なんか一個の動画でしか見ないとなんか勘違いされちゃうから、普段のしゃべなんか絡みじゃないけど、その昔鎌倉時代で自然に絡んでたようなところを見たら多分理解するんじゃないですか。鎌倉と散歩してくればいいんじゃないですか、2人で。あ、2人だと気まずいから 4,5 人ぐらいにします。うん、私もあの2人は気まずい。宮下さんと高橋君、その中で割と多めに接してもらって僕たちもその盛り上げるのでマイナス方面で盛り上げるのでやってもらって。でも普段の私とトシ君の会話なんかさ、なんか割と事業の話とかお金の話が多いからさ、そうですね、もう、まあ、割とリアルになんか時にはケンケンガクガクなわけじゃないですか。お前分かってんのかみたいな、そういう話、そういう話ですか。村井さんもこれちょっともうちょっとやってくださいよとか、そういう話をするわけじゃないですか日々。いや、これ先日の新里浩太さんをお呼びした時のあのモダコンのニコ生、あ、めっちゃ盛り上がったらしい。私と高橋君とトシ君とそしてゲスト新里浩太さんの4人、あの雰囲気はどうだったのかね。まあ、見てないかメーカーの人。そうですね、そうですね、代理店の人も見てないか。見てないですね。なんか良さげでしたかねあれ。結構多分なんか良さげだと思うんですけど、その見てる人じゃない、そのイメージ持ってる人は記事とかその一部しか見てないんじゃないですか、わかんないけど普段からポッて出てきたやつ、ポッて出たらちょうどそれがなんかすごいこんなになってるから、あーってなって、でまたポッて出てきたらあーってなってるからねえ、なんもいいとこないなんもいいとこないなんもいいとこない難しい、難しいな。この
この動画がそのまま単体として出るのか僕はよくわかんないんですけども、この動画のコメント欄もとても気になる。気になる。とても気になる。私ね、どうしたらいいかアドバイスが欲しい。皆様からの思ってた、いや僕もそう思ってたっていうコメントが溢れるかもしれない。え、嘘みたいな。ゲストに対しての話し方のような感じでトシ君にも接してほしいとか。でもそれも言ったんだよ、トシ君に。なんか普通の言葉遣いで話そうか、マミルトンさんに会話をするような言葉遣いでトシ君とも話そうか。いや、やめてください、言いました、言いました、何なんですか、気持ち悪いじゃないですか。一回やってみて、一回やってほしいのがあっちゃう。なに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 、村井さん、たかし君、トシさん、宮下さん、あとゲストでカズエドさん呼んで、なんかその当時の人たちが喋ってるところをなんか見せてほしい。あのね、タチ悪いと思う。僕はそんな喋んないし、しかも、高橋君は当時ほとんど喋ってなかった。そんな喋んないし、主に喋ってたのは私とミヤさん。たまに乗っかってくるトシ君と、その私とミヤさんの悪ノリをさらに助長させるようなカゼンド。僕は笑ってるぐらいの感じです、うん。あんま楽しいお話してないからね。してない、下世話な話、ワイドショーって話。本当ですよ、そう思うからね、なんか良くないと思う。割と良くないと思う。私あの当時のツイキャスめっちゃ毎日見てましたけど、面白かったですもん、普通。結構あの当時のあの高橋くんたちがまだ来る前ぐらいのポッドキャストとかもあるじゃないですか。あります。私とミヤさんのポッドキャストとかもう配信されてないですけど、あれは本当に面白いんですけど、初めて聞いたら、なんで、あの宮下さんなんですけど、なんでこいつずっとキレてんだよって思って、だんだん腹立ってくるんですよ。でもね、あの、はいはい、誰、ガル、まあ、それが誰か、新しい編集の、それが誰か分かんないけど、僕はね、新しい編集のガルってのがいるんで、ガルと先日その長野の神社とか行った帰りの車でいろんな話してたら、帰りとか道中とかいろんな話してたら、いまだにあのポッドキャストたまに聞くらしいね。え、でもあのポッドキャストもダウンロードできんくないですか。え、もうその当時ローカルにダウンロードしたものを残してて、いまだにたまに聞くらしい。え、それ持ってた。え、その当時から知ってたんですか。ずっと昔からうちの前にあるんですよ。あれなんかどっかから最近、割と最近知って、そっかから全部見返した。あ、ツイキャスも全部遡ったって言ってた。だからポッドキャストどうやって持ってんのかな。ポッドキャストは多分あの当時のでも割と入手困難でしたよ。なんかオフ会のプレゼントみたいになってたもんね、うん、焼かれた CDR が。2人の時代は多分ないんじゃないですか。でもね、うん、いやなんかね、聞いたって言ってた気がする。私の勘違いか。いや、聞いたと言っていた気がする。すごいね、その当時のファンからもらったのかもしれない、ね、ほんとすごいかな。カチャカチャお皿の音カレー食べながら。どこでしたっけ、なんか神社行きながら喋ってるつもありましたね。神社じゃなくて、江ノ島大社。ああ、なんか二人で歩きながら、はい、伊勢神宮かどっかとか、伊勢神宮、伊勢神宮。それを最初の方、それを聞くとある程度は理解できるかもしれない。昔のツイッケース残ってないんですかね、あの寒い着てたやつ。いや、残ってても今世に出す理由はない、別に。いや、いらないと思う。普通にアーカイブされてる。うん、普通にアップバンクのアカウントのツイキャスでアーカイブされて見れる、遡れる。なるほど。なんか、なあこれか。まあ、でもゴージャスとかは分かりやすいんだろうな。私だってジャズボーパイさんに対して普段とかはもうすごいお互いがね、気を使い合いながら、電車とかでも一緒にこうやって帰りながら、パイセン、パイセン、降りる駅ですよみたいな。ブラさんすいません、ちょっと寝ちゃってました。ブラさんすいません。いや、パイセンもね、今日もお疲れ様でしたみたいな感じだけど、いざ動画になるとパイセンふざけないでくださいよみたいなとこあるじゃないですか。うらいし。でもパイセンに対して村井さんは嫌ってない、うん、嫌ってるんだみたいな言葉が一切ないのは、そうですね、もう多分彼がもう芸人として宇宙海賊でもう振り切ってるから、うん、そういう関係性だみたいなのがあるので、ね、うん、それで小樽もそんな感じか。そうなんじゃないですか、うん、そういうことですよ多分。私とかはね、マミルトンさんとか小樽さんに対してよっぽどひどいこと言ってるよね。私言ってます？あ、言ってないと思う。ごめん。そういう、そういう発言、そういう発言がまた不意に出ちゃうのが、あれがまたあれなんですよ。またあれだ。多分ね。いや、私はね、小樽さんに対しては動画の中では結構ねひどいことを考えてると思うんですよ。言ってましたっけ？
いやなんかもう生きていけるんですかみたいな話とかでもそれは割とコメントではなんか心配し割と本気で心配してると取られてますよ、まあ、実際に本気で心配もしてるけれども、まあ、その彼の芸風に対して、うん、ああいういじり方じゃないと彼がかわいそうというか行き場がないっていうところあるじゃないですか、うん、かつパイセンもいたりとかするあの関係性の中で、でもそこに対して怒ってくる人とかもやっぱりいますからね、うん、なるほどね。でもあれは必要なことというかね、絵としてしいですね。そういう悩みを抱えたりしています。我々は、うん、まあ我々というか、うん、まあ本当タイムリーで2日前にトシ君とそんな話をしてました僕はマックス村に嫌われているって業界の人がほぼ全員思っている可能性が高い。もうそういうことにしてなんかなんかいろいろそこから盛り上げていけばいいんじゃないですか。もう絆を深める。私は嫌われていますが一生懸命販売していますみたいないや嫌われてないからこの頑張り嫌われてないからアップバンクが好きなんで。でもマックス村が僕のことを嫌ってるんですわー。でも僕は頑張るんです。特別メニューそんなのあるわけね。村井さんにビンタされながらこれだけ値下げを勝ち取ってきました。ぜひともこれで契約してください。なんだそれ、なんだそれ。まあ今週じゃこんな感じでちょっと皆様にちょっといろいろと委ねたいと思います。人生相談、最近の相談、人生相談っていうか相談、うん、相談、人生相談、うん、マックス村井の人生相談、うん、今週はマックス村井の人生相談でした。皆様ぜひよろしくお願いいたします。皆様ぜひよろしくお願いいたします。お知恵をお貸しくださいませ、はい、あとごめん、もうこれだけ。なんすかなんすか。いい大人の皆様、はい、私とトシ君について実際に仲悪いと思ってたかどうかとか教えてほしい。ああ、なんだ、いい大人たちさんのことかと思った。ああ、いやいや、そう。業務連絡なのとか思った。いやいや、コメント欄に、まあ別に大半が嘘でめちゃくちゃになっちゃってしまってもいいんですけど、できれば何歳かみたいなことも添えていただいて。35歳。30代、何歳代とかでもいいですか。うん、全然ね、ぼやかしてもいい。マックス村井はトシ君のことを嫌ってると思ってました45みたいな。あもしくはいや分かってますよ、お二人は仲が良くて見ていて、気持ちがいいです、うん、32みたいな。それって性別は関係ないんですかね。性別はいいや、いらない、うん、私は大人かその、まあ、割と若い子たちかぐらいの差が知りたいから、ぜひともご協力ください。はい、では本日は以上でございます。ちょっと例外的になってしまいましたがこんな感じで、はい、はい、ではさよなら。皆様ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったという方はぜひとも高評価を、またまだチャンネル登録がお済みではない方はぜひともチャンネル登録をよろしくお願いいたします。今流れている映像、これは私たちが取り組んでいる映画の予告動画の撮影風景です。この映画は完成後このチャンネルで公開いたします。現在この映画は皆様から支援金を募っています。興味を持っていただける方はぜひ概要欄のリンクから飛べるクラウドファウンディングのページをご覧ください。支援いただいた金額は全て映画の制作に充てさせていただきます。また金銭的な支援はできないけど映画は見たいとか応援したいという方はぜひ映画の予告編の動画に高評価をよろしくお願いいたします。支えになります。無謀な挑戦であることは十分理解しています。ですが私たちは寄り切ります。それでは最後に予告編をどうぞ。ニューヨークがやられてる。大変だ、シンガポールが。何が起こったんだ。これは凶悪なコンピューターウイルスの仕業です。なんだと。やばい、地球全体に広がっていくぞ。映画みたいにヒーローが助けてくんねえかな。主演マックス村井、人工知能にはマミルト、マックス頑張って、歌う生徒会長スプリングマオ、そして野郎ども、おに任せろ、全力で悪に立ち向かい地球を救え。
ザムービー赤いサイバーロード。